行こう。どうです、そこでしとめる。達成、素晴らしい戦果です。って何ですかこの喋り方。白い砂浜、こういう光景を見ると本当にメレンに来たんだなって気分になるよね。そうだよね、海綺麗だよね。街に入る条件が際どい浴衣を着ろってアホか。当たるかな。追撃します。出直してきな。わらわは逃走と殺戮を求めてこの下界に降りてきた。飛び散る血はわらわを興奮させ、視線の声は腹の底を熱くさせる。この上ない地層じゃ。さあ、長い夜の始まりじゃ。闘争の行く末、どうかこの目に拝ませてくれ、愛しき子供たち。試し切りだ。アルテミス様、力を。当たるかな。勝つんだ。一気に叩く。次だ、さっさと行くぞ。構えろ、ティオナ。試合、私はお前たちとアルガナを殺し、最強の戦士になる。やはりお前の血はうまいな、ティオネ。ずっとお前の血を最後まですすりたかったんだ。さあ、やるぞ。ティオナ、負けるんじゃないわよ。うん、
ティオネも。決戦の時じゃ。闘争の行く末、さあどうなる。無理しちゃダメだぜ、みんな。アルテミス様、力を。僕だって追撃します。君と僕の絆の勝利だぜ。ふんふん、なるほどってバカさっきからロキのところの話ばっかりじゃない。あの絶壁の子供が水着になったとか心底どうでもいいわよ。っていうか年に何回水着着れば気が済むのよ、冒険者どもは。他の話もした、この大バカ。王者がレベル7になったのは7年前でしょ。そんな旬が過ぎてしなびた野菜みたいな話、今さらも今さらじゃない。なんで大抗争の話なんて今したのよ、このクズ。いい、私が知りたいのは今ナウの迷宮都市のことなの。はあ、変に興味を持たせて都市に殴り込みさせたくなかった？私を何だと思ってるのよ。いけすかないフレイヤと交渉なんてするわけないでしょ。私が速攻で負けるもの。勘違いしないでよね。私の頼りないファミリアが叶わないだけで、私自身はあの女に全然負けてないんだから。本当よ、本当なんだから。私が余裕で勝ちますし。ああもう、とにかく別の話を聞かせなさい。中でも都市を賑わしてるって噂のリトルルーキー。そう、ベルクラネルよ、ベルクラネル。隠し事はなしよ、ヘルメス。三千世界あまねく知れ渡る美を司るこの私が命じます。ウサギの情報を渡しなさい。これは酒であって酒ではない。未成年、もとい、酒が苦手なものでも飲める改良版。だから、酒ではない酒。それがオラリオメリー。会いたかったです。ディオニュソン様。ベルクラネルなんですから、私にお仕置きされなさい。クラネルさん、あなたはずるいヒューマンだ。ダウル、アナキティだにゃー、ふにゃにゃにゃー。